デア・アングリフ、デア・アングリフは、ヨーゼフ・ゲッペルスが1927年に、ベルリンで創刊した新聞。デア・アングラフは、ドイツ語で、攻撃の意。1926年に、ナチスのベルリンオー大倉ク指導者に就任した後、ゲッペルスはこの新聞を創刊した。新聞の運営資金の大部分は、党が提供した。初代編集長は、ビリ・クラウゼ。 ユリウスリペルトが2代目の編集長となり、1935年からは、ゲッペルスの信頼が厚いハンス・シュバルツ・ファンベルクにより一時的な発禁処分を受けた。発行部数は1927年に約2000部、1936年に146,694部、1944年に30万6,000部へと増加した。1933年、 ナチスが政権を奪取して以降、デア・アングリフの重要性は緩やかに減少したが、連合軍のベルリン爆撃が始まってからは、ベルリン市民の指揮を維持するため、発行部数は増加した。デア・アングリフはドイツ降伏直前の1945年4月24日まで発行を続けた。映画、カサブランカには、リックによってカジノから締め出されたナチスの文明が起こりながら、 デアングリフに、この礼遇を報告するぞという場面がある。ありがとうございます。